おい、こんなとこ早く出よう。いいか、まずこんな夜中に一人で何をしてるのか説明しろ。俺が？あんたもだ。俺は仕事だ。いいか、本当のことを話すんだ。質問に答えろ。言っても信じるわけないさ。答えろ。おい、シャッターを閉めるな。やめろ。閉めるんじゃない。やめろ。仕方ない、お前もここで殺してやる。俺たちで、うん、おー、いいね、一緒にドライブを楽しもうぜ。何してる。やめろー、やめろおい、何しやがる。どうしてくれるんだよ、このクソ野郎めが。今から面白いものを見せてやる。マジかよ。
にいじめられた。父親なのか。昔はね。残念だが、奴はもう死んだ。あんたならできるかもね。え、何のことだ。やってもらいたいことがあるんだけど、今は話せない。鍵がいるかもしれないけど、とにかくこの屋敷から出て。わかった。また連絡する。
いいさ。もしこれを見たら、もう私が何を言っても信じてもらえないだろうけど、あんなことがあったし、ひどいことをした。でもこれだけは信じて、あれは私じゃないの。何が起きたのかはわからないけど、伝えたいことがたくさんあるのよ。そこにいたのかい。肝を冷やしたじゃないか、お嬢ちゃん。また捕まるわけにはいかない。ねえママ、こっちだよ。いい加減にしたらどうだい。これ以上あんたの遊びに付き合うのはもううんざりだ。隠れなきゃ。隠れなきゃ。さっさと自分の部屋に戻るんだよ。いい加減にしたらどうだい。これ以上あんたの遊びに付き合うのはもううんざりだよ、お嬢ちゃん。隠れなきゃ。隠れなきゃ。どうして私を困らせようとするんだい。一体何が気に入らないって言うんだ。家に招き入れてやって食事まで与えた。どうしてこそこそ逃げ回るのさ。いいかい、この力は授かり物だよ。さっさと自分の部屋に戻るんだよ。いい加減にしたらどうだい。これ以上あんたの遊びに付き合うのはもううんざりだよ、お嬢ちゃん。隠れなきゃ。隠れなきゃ。どうして私を困らせようとするんだい。一体何が気に入らないって言うんだ。家に招き入れてやって食事まで与えた。ん？どうしてこそこそ逃げ回るのさ。いいかい、この力は授かり物だよ。この家ではね、あんたには想像もつかないようなことがたくさん起こる。あんたは何も分かっちゃいない。それともただ興味がないだけかい。ゾイと何か企んでるんだろ。グルだって分かってるんだよ。イーサンってやつに何をさせる気か知ってるんだよ。
お前なんか虫の餌にして残りの肉を庭の肥料にしてやるよ。我が家に迎え入れたのに、心から歓迎したのに、そのお返しがこれかい。あの子はね、お前を愛してて家族になってほしいって。それなのに、お前は、お前はおとなしくあの子の力を受け取ればいいんだよ。のにどうしてそれがわからないのさ、うん、私たちを受け入れろ。あんたは何一つ分かっちゃいないんだ。しかもそのことにすら気づいてやしない。エブリンがそんな勝手をずっと許してくれるとでも思ってるのかい。あんたとのお遊びはもう終わりだよ。聞いてるかい？聞いてるかい？聞いてるのかい？
ない。そうやって関係ないふりしたってダメなんだからね。どこにも逃げられやしないよ、お嬢ちゃん。どこへ行くつもりだい。ミア、どうなってるんだ。どうだ、驚いたろ。こんなもんでくたばると思ったか。俺たちにあの子が力をくれたんだよ。そしてその力はいつも俺の中に流れてる。わかるだろ、俺たち家族も。
誰がこんなもの。なんだ。
っ